皆さんこんにちは、スルベイです。まあちょうど今ねポケコロの画面を出しているんですけれども、まあようやくのことね、そのロイヤルステージにね行き着くことができました。で、初めて見る人はこの画面でね何なのかさっぱりって思うかもしれません。ポケコロの世界でね、課金をしていくとね、その課金額に応じてねグレードみたいなものがねあるんです。まあその期間限定でそういうグレード特典を受けられるっていうものなんですけれどね、まあ、時期が経つと、まあ、リセットされてまたねこのグレードもね無効になってしまうんですけれど、なのでまあその間限定で、まあ、そういう特典を受けられるものって考えたらいいね。まあ一応ねそのグレードについてなんですけれど、まあ、まず無課金だったら、ね、こういう称号みたいなのを使う、ね、こういうなんかハートの称号みたいなのはつきません。まあ下からゴールド、ロイヤル、ロイヤルじゃない、ゴールド、プラチナ、ロイヤル、そしてスターってあります。まあさすがにスターまでは使わないとは思いますけれど、まあ、今回私はねロイヤルまで持っていくことができたので、今画面に記されているようにねさまざまな特典を受けられるようになっております。例えばね本来だったらね7回分までしかこうガチャでね回すことできない内容なんですね。まあそれにプラス2回分得点としてね回すことができる、まあ、つまり9回分まとめて回すことができます、ね、7回の時と同じドナポイントで9回分回すことができます、ね、そして7回プラスガチャやり直し得点、例えばねその、まあ、7回、まあ、さっきの話だったら9回になりますけれど、ね、9回分回した時に、うん、もしもそのあまりなんかいい目が出なかったと、ね、サイコロとかと一緒でねいい目が出なかったなとなった時にやり直しができる、ね、9回分回したけれどなんかレアも出てこなかったし結果がいまいちだったなって時にその時に回したデータっていうのを一度キープした上でやり直しておくと、もう一度回すことができます。まあそれもしくはね1回目でいい当たりが出たけれど、もしかしたら引き直してみてそっちの方でねもっといい内容が出るっていう場合もあるからね、そういう時に使うかどうかという特典が一応受けられるようになっております。そして VIP ガチャ参加券、まあ VIP ガチャと名の付くものに参加することができます。まあこれについてはねプラチナの時にもありました。なのでまあそこはまあねプラチナでもいける。 VIP ポイント6000、まあこの VIP ポイントなんですけれどね、まあ同じガチャを回してたらこの VIP ポイントっていうのを消費してガチャを5回、なんか5個まとめてなんかガチャを回すっていう機能があるんですけれども、まあ、それをねそのガチャを回すときに、必要になるポイントでもあります。あとその時期限定でねさまざまなアイテムとなんか取引することができるので、そういう時にその VIP ポイントっていうのは使うことがあるみたいです。まあ、動画の中でも後々ね、その VIP ポイントを使うことのできるお店にね入ってみようとも思いますけれどね。500ドナ、まあ、これドナっていうのが、まあ、ゲーム内でいうところの、まあ、ポイントです、まあ、このドナを消費してガチャを回したり、まあ、ペットがいるね、まあ、ゲーム内でペットがいるだったらば、まあ、ペットの餌とかそういうのを調達したりとかね、
まあ、結構さまざまな使われ方があります。で、経験値 100% 増量、まあ、これについてはあのクエストとかにもね大きく関わってきます。まあ、ポケコロってねクエスト遊んだ時の方が経験値の入りが多いんですよね。まあ、簡単なミッションをクリアしたりとかするした時の報酬経験値っていうのは多いんですけれど、まあ、それをその経験値プラス 100% だから、まあ、2倍経験値がまあもらえますよっていう特典です。水やりクリティカル 100%、 あ、これあれかな、あの水やりするときにたまにねあの雨が降ることあるんですよ。曇ってね、頭上のところに曇ってなんか雨が降ることがあるんですけれど、そのエフェクトが出てくるときっていうのはね、まあ、水やり回数2回分をね行ったことになります。まあなんていうかな、木の実を収穫するまでのねこう時間をね短縮しますということです。まあだいたいまあね木の実の種類にもよるんですけれどね、まあ50回近くでね、まあ、水やり50回近くでその木の実を収穫できる木もあればもう200回ぐらいで、ね、水やりして木の実の収穫っていうのもあります。まあそういった時にねやっぱりまあね1回の水やりで2回分水やりを行ったことになるっていう特典はかなり大きいと、まあ、言えることにもなりますので、ね、まあ、こういうのも大いに活用していきたいところでございます。で、24時間限定でエステパスポート3枚、まあね普通に遊んでる時にねなかなかその細かなね調整、例えば目の位置を近づけるとかね、高さをなんかもうちょっと、ね、高くしたい低くしたいとか、あと、まあ、サイズね、キャラクターのサイズを大きくしたり小さくしたりとかね、まあ本来なんか遊ぶ中でできないことをこのパスポートを使うことでね、調整することができる、まあ細やかな設定みたいなもんです。ただ24時間とね制約がありますので、まあその24時間限定です。まあその期間過ぎたらまあねなくなってしまいますけれどね。ただまあ使用期限があるのかちょっとその辺については私もよく分かってませんけどね。まあそういうまあそういうことで。パルファム1回。これだったかな、大きさをなんか調整するやつ。ちょっとよく覚えてないですけどね。コンシェルジュ31日間戦闘、まあ言ってしまえば羊さんですね。羊さんをお部屋にね、まあ、配置するとかそういうこと、配置する、まあ、強制的に配置されるんですけれどね、コンシェルジュっていうね、まあ、専属の羊さんがねつきます。で、本来主人公がまあねこうやることをなんか本来主人公がまあやってることをまあ代わりにやってくれたりとかね、あとまあ先ほど少しなんか VIP ポイントについてお話ししましたけれど、なんか VIP ポイントの VIP ポイントをなんか消費してなんかね取引することのできるねお部屋っていうのがあるんです。でそこに案内してくれたりとかね、そういったこともしてくれます。で最後にもありますけれど、31日間専属とあるので、まあ、ほぼ1ヶ月で1ヶ月の期間が過ぎると自動的にいなくなりますと。まあ、あとは以下に書かれている通り、欲好きの特典というのもありますけれど、ちょっと長くなるからこの辺にしとこうかな。で今回ねちょっと回したいガチャっていうのが今日までのね内容なんですけれど、まあ2つあります。まあ2つあるうち1つはまあこんな感じ。まあね
そのダブリアップっていうのもねあってね、そちらの方のね髪型手に入れたくて、その隣にある髪型を2つ手に入れてね、それをグレードアップしたものを撮っております。ダブリアップっていうのはね、ダブリアップっていうのはね、直接そのガジャから出てこないんです。まあ、このダブリアップにするためにはその隣にある髪型を2回当てる必要があって、で2回当てたらダブリアップしますかっていう選択肢が出てくるので、それをハイにしたら、ね、選ぶことができます。なので結構ここにたどり着くまで大変なんです。まあ、これは、まあ、今回、まあ、今回ちょっと回した分、まあ、結構集中して回したからね、まあ、まだインテリアとかはやってないけど、なんか開放感があるしな、これもいいなとは思うけれど、どうだろう、ちょっと迷ってる。でこっちの方もダブリアップってあるのね、その隣にある、まあ、先ほどの話と同じですね、その隣にあるね木の実を2つゲットしたので、ね、この人魚さんね、まあ配置したらこういう感じになりますよっていうのをねお試しでできるね、このこっちの木はこっちになりますと、ね、ダブリアップして、まあ、こちらの方と交換してまた、ただ微妙にねこのダブリアップするかどうかってね迷うんですよね。例えばなんかこうね、大体なんか2つね同じアイテムを持ってたら他の人にプレゼントしたり交換したりすることができるんですけれど、ちょっとすみませんね、まあ他の人にプレゼントすることはできるんですけれどね、でもダブルアップすると1個になっちゃうんですよ。1個のものって他の人と交換したりとかできなくなってしまうのでね、まあ、もしなんかプレゼントの予定があるとかいう場合はスーパーレアの方でとどめるっていうのも選択肢です、ね、ダブルアップの方ではい、いいえって一応ね選べるようにはなりますけれどね、その時の目的に応じてこのダブリアップもねするかどうかを考えた方がいい、ね、そこはじっくり考えましょうね。まあこのガチャやたら回したから、一番出やすいのに至ってはもう15個とかになってるけどね、でこちらね、まあ、この表情もね同じ、なんかやたらダブリアップの多いガチャなんですよね。まあ、その中でもなんかこう私がね特になんか 数集めておきたいな、ね、なんかプレゼント用とか布教用にねなんか取らせておきたいなっていうのがあってね、それがこのブーケです。ブーケっていうかな、ブーケじゃないな、この紙今切り替わったじゃないですか、これこれがこれを当てたいなって思ってる、なかなかこのなんか透明な感じのなんか紙のパーツってね、私が知らないのもあるんですけれどね、これの緑色のやつは持ってるんですけどね、1個しか持ってない。で青色に至ってもまだね、当てたは当てたけど、まあちょっと持ってるのが1個だけだからね、なんか誰かにプレゼントするときになんか結構こういうの似合うんじゃないかなと思ってね、一応まあ取らせようかなと思うと。といっても私もプレゼントするときはね、相手を選びますね、相手を選びますっていうよりね、やっぱりなんかこう、まあ、くれくれっていうのは嫌だからね、私がまあねこれをプレゼントして、まあ、喜んでくれるかなって思う人にはまあなんかそういう自分から送ったりすることはあるかもしれないけれどね、まあそれは金かかってるからね、ね、VIP 会員になるまでだって金かかってるからね、やっぱりそういうのはちょっと、ね、こだわりっていうかあります、まあ、私にも決定権でもある、まあそういうことなのでね、まあ今回はちょっとガチャを回すときに大体どういう感じの内容になっているのかなというのを、まあ、見ていきたいかなと思っております。まあこれインテリアだからお部屋の内装ね、まあお部屋2つあるけれど、
そのうちどっちかをまた変えることがあったら、こういうのをね、まあ、ここで当てたものをね使うことができますと、ね、そういうことでございます。でコロニーもまあこんな感じで結構洒落てるんですよね、何かとね。で木が2つあるっていうのもチェックポイント、ね、ダブルアップの方取りましたけれど、うん、まあ、普通のガチャだったらそのダブルアップの隣のやつは一応出てくることは出てくるからね。ただ木の実っていうだけあってなかなか出現率も限られますけど、スペシャル、いやスーパーレアだ、レアの中で、まあ大体木はスーパーレアが多い。まあちょっと回してみましょうね。で先ほど話してたねロイヤル特典っていうのがあって、ね、本来7つまで、本来 7個まとめてな、本来7個をまとめて、まあ、回すガチャなんですけれど、得点で2つ多く手に入るっていうのと、やり直しが効くっていうのね。ね、当たった時は、まあ、とりあえずレアじゃないのが当たる時は今の音楽、音っていうのかな。レアクラスのが当たると音楽とね、ちょっと変わるんですよね。うん。まあ、やり直しも効くからね。ね、こんな感じ。あ、これ欲しかったやつ。でも内容としてはちょっとね、うん、それ1個だけだったから、やり直すこともできる。ね、1回目の内容をそのままにして、いやそれよりいいのはあると思うんだけど、確かにブーケはいいんだけどね。どうかな、ほらね、分からんでね、スーパーレア当たった。この上でさっきのね髪飾り来てくれると嬉しいんだけど、これはね、髪型こっちにしようか。最近なんか髪型もなんか当ててないしな。2回目の方を選ぶ。で、こういう感じで選ぶことができるというわけです。で、ガチャ回すと今みたいにVIPポイントもらえます。全部それか、全部ノーマル。うん、あ、1回目だけなんだね、やり直し聞くの。まあ、今分かったことですけどね。まあ、ファッションで今このガチャ回しましたけれど、回した場合はもう これだけみたいですね。これです。まあ、さっき言ってたダブリチャンスっていうのがあってね。これのポイントも規定数まで貯まるとね、VIPポイントを消費して、ね、まあ5個まで回すことができる。これ表情のほっぺたのパーツね、こういうのをつけることもできます。うん、なかなかその髪飾りが当たらないな。私はこの髪飾り当てたいんだけどね。同じ髪型が来た。まさか。あ、これこれこれ。これを当てたら。まあ、その同じ音だとしても、他のアイテムが当たるっていう場合もあるからね。
そうそう、こんな感じでね、しかも髪型まで当たってくれた。で、この表情のね、表情も2つ当てればそのダブルアップ取れるんですよね、言ってしまえば。で、そのダブルアップしたところのね、報酬なんですけれど、横になんか黄金色のね、これ、あ、違うやつかな。まあ、その、うん、表情パーツの横に黄金色で星マークがついてたと思うんですけれどね、その場合はね、何種類かある表情とかね、目の色とか、ね、目の大きさとか、そういうのをね、自分で好きなように選べます。ね、2パターン、3パターンって、その中から自由に選ぶことができますよっていう表情です。そういったことは、そういったこともあって、ちょっとレアな感じです。こっちだった。でも髪型はな、もう今もう2つ持ってねえというか十分。もう全てもう1つの方だな、ダブルアップの方が欲しかったな。残念ながらその髪型ではその表情のやつはダブルアップできないんですよね。まあ、ガチャ回すのはどうしても楽しくてね。こっちが当たったか、ね、こういうドレスみたいなのが当たることもある。お、今日までっていうからなおさらね、興味を引きつけられてる。今回当たるね。うん、表情だけじゃなくて口もこれあるんだね、スーパーで。まあね、今回はガチャをまったり行きましたっていう動画だから、まあそれはいいんだ。あ、表情。で、しかもさっきなんか黄金色で星マークついてたからね、この表情も何パターンかの中で、ね、選ぶっていうタイプのやつですよ。まあ、こんな感じで同じガチャばっかり回すから、そのボックスの数もやったら増えるんですよね。なんか別の画面でなんかね、15個とかなってたのもそのためで。まあ私としてはブーケじゃないな、まあ、髪飾りかあれか当てたいけどね。で、あとダブルアップの、こういうのって一個ずつ見るのが楽しいんですよね。で、表情が来ました。ってことはだよ、今2つです、表情。ほら、こんな感じ。ダブルアップできるようになったらこんな感じで出てくるんです。この時ちょっと迷いますけど、まあ、ダブルアップします。何より表情変えられるから。とアイテム2つ犠牲になりますけれどね、その代わりそのアイテム取りますよ。こっち何で、 こういうふうにね、今ちょっとダブルアップの画面開いてますけど、この中から、ね、目の大きさだったり目の色だったり、その時の自分のキャラクターの、ね、容姿というかな、そういうのに合わせて好きなように変えられます。例えばこのキャラの場合はね、こうしたり、
こうした目の大きさと、しかもちょっと涙ぐんでるのもあります。これもう一つのガチャの方にもあるんですけど、ね、これで色をつけたりとかできる。ちょっと涙ぐんでるんで、ね、この色にしたりね、この色に。やっぱりモデルがねいいからこそね、こういうのもなんか色映えするというかね、まあそれはなんかこうキャラクターをなんか作ってたらわかります。その容姿だからこそこのキャラにはこの色が合うとかいうの出てくるもんね。ちょっと違和感が出るなと、それに合わせてね調整するのが面白い。さてちょっと同じガチャばっかりも飽きてくるかなということでね、どれを、ちょっと夏らしい感じのガチャがあるじゃない。麦わら帽子も、お、その青空のやつなんかいいな。今の背景になってます、これ。うん、なるほどね。しかもシーサーみたいなのがいる。沖縄、なんかイメージ的に沖縄っぽいんだけど、マゼコゼガチャだ。マゼコゼの場合はなんかこう紙とか心にのパーツとか、ね、ランダムで出てくるから、無条件で出てくるからね。確かマゼコゼってそういうの。一回回してみよう。でやり直しまだ効きます。確かね。だって今度ガチャの種類変わったもんね。ガチャの種類変わって1回目だったらまだそういうの変わんない。まあやり直し効くはず。おお、いきなり表情が出ちゃった。おという結果です。でこれをやり直すこともできます。麦わら帽子だな。これもいいな。お、なんかいいやこの。お、これはこっちだろうな。これこっちだろうな。麦わら帽子も欲しかったし。いいねいいね。ちょっと自分のキャラクター、自分の持ちキャラの方にもこの麦わら帽子と、取り入れようかってちょっと迷って、うん、あとワンコに餌も買わなきゃいかんからね。私の家に家っていうかね、ゲーム内のこの家にちょっとワンコがいる。まあワンコガチャっていうのもあってね、うちに一匹ね犬がいるんですよ。犬がいるってまあリアの話じゃなくてね、ゲーム内の方の話ですけど、そのキャラにどういうなんかパーツをつけようかっていう時にね、まあ、こうやってなんかあるんです。まあ好きなようにカスタマイズできるんですよね、人間キャラみたいにね。確か前はねこの空想アストロノミーっていうのが出ました。これも回した気がする。あ、これも回してるね、過去。できれば回してないようにしよう。でもスーパーレアの方がいいな。あ、一応割引効くみたいだし。当てるの難しいけど、ね、こういうのね、1回目と2回目は若干割引効いてます。でもしスーパーレアだったらこれ2回分なんか飛び上がる演出があるんです。1回分だったらレア。
まあなかなかそういうのも当たらないもんですよ。うん、こういう時こそ当たってほしいもんだな。ここでさらにね飛び上がる演出があるんですよ。そういう時に限ってなかなか当たらない。うん、他のも回してみる。初回が安いっていうのもあるんだよね。200使わなくていいもんね。最終的に200になる。でこんな感じで。でもう一回、おこれは一番いいやつだな。スーパーレアです。でスーパーレア当たりました。一発目でね、さっき全然当たらなかった、ね、違う種類のやつ全然当たらなかった。こういうなんかね、犬の周りにこういうね柄みたいにつけるっていうのもいい。おね、レアじゃなくてもこういうの当たるんですよ。まあ、ここまでにしとく。ちょっとまあ餌も買わないで。餌はね、フリマだっけ。あ、フリマじゃなかった。違う。マーケット。まあ、普段なんかワンコがね、家にいるかどうかによって、ここのマーケット使うかどうかも分かれてくるでしょうけど。ペットのってあったはず。ワンコの、あ、ワンコ、あ、違う、気まぐれじゃない、気まぐれじゃない。ワンコってあるね、ワンコのご飯とかおもちゃとかね。まあ、今回はこっちのこれ買いに行きました。まあ一番高いのがこのビーフジャーキーなんです。まあ例えばなんか犬がね芸を覚えるときに、ね、覚えやすくなりますよっていうアイテム。まあ速さはよくわからないんですけどね、実際にいろいろ与えてますけど、まあ犬缶でも十分ね、リッチといえばリッチなんですね。ちょっとまあ餌買っときます。あとおもちゃもね、おもちゃ3種類で一番フリスビー使う、私はね。まあ長女もちょっと買った。まあいよいよ遊ばせるものが限られてきた時なんか、まあ長女とか使うかもしれないからね、サブ的なポジションとして。サッカーボールもね、さてここまでで30分か、うん、一旦動画を区切りますかね。なんか後々これをやるみたいなこと言ってて、ね、申し訳ないですけど、うん、ちょっと そこは分けようかなと思います。ちょっと長くなりすぎた、ね、ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。